はい、どうも、サンガスレザバロです。チャンネル登録と高評価、コメントよろしくお願いします。というわけで、今回なんですけれども、PS4、Xbox One、そしてね、PC もね、一応できるかなと思います。で、何をやっていくかというと、今、2倍のね、ミッション、ジョブですね。これをさらに稼ぐ方法を、一回ね、ライブで紹介したんですけども、それをまとめて紹介していきます。まあ、今回は北米版でやってるので分かりづらいと思うので、これはね、買収などの大掃除というミッションですね。これめちゃくちゃ簡単だというのはね、動画にしたと思うんですけど、これをね、さらに人数増やすと、さらに稼げるんだよというやり方を教えていきたいと思います。これはソロでも一応できます。2人、3人、4人になると報酬はさらに増えてめちゃくちゃ増えますね。これ多分、本当にね、車両複製とか物件売却できない人とか、お金がね、ない人向けになりますね。本当に最初の資金や準備、施設など持っているものが少ない人、そしてね、億ドル、1000万ドルとか、2000万ドルとか、1億ドルとか持ってないようなアカウントがやった方がいいんじゃないかなと思いますね。ではどうやってやるかというと、ミッションを開始した時に、フレンドさんとある場所に行きます。それはコンビニなんですけれども、コンビニのレジですね。これ、店員さんがミッション中はいない状態で、レジのお金は入手することができます。で、前回の動画で、ソロでは、行ったり来たりすることで、そのね、レジのお金を何回も回収できるよと言ったのをね、紹介しました。通常の状態ではレジのお金が1個に対して100ドルぐらい程度ですね。これが2倍のジョブ報酬期間になると倍になってます。だからレジのお金も倍ということはめちゃめちゃ稼げるんですね。ではね、手持ちのお金分かりづらくなるので全部ゼロにしますね。で、手持ちの金額上ゼロになってます。じゃあここからどんぐらい増えていくかというのを参考にしてみてください。まずはね、おすすめなのがパシフィック銀行のちょっと奥にある、まあコンビニが一番ね、まあシンプルでやりやすいかなと思います。他にもいろいろね、レジとかね、他のお店がね、いくつもね、3つぐらいあるとこで まとめてやることもできるんだけど、まあここが一番いいかなと思いますね。ではここでどうやってやるかというと、一人の時はレジを打ってお金をね、引き出して、まあお金を出して、その離れてまた戻ってきて何回も取るといった形でしたけれども、今回はフレンドさんがレジを打ちます。フレンドさんがレジを2つ打ちますね。で、フレンドさんはお金を手に入れないようにしてください。お金を入手しないでください。で、グリッチする人というかね、お金を稼ぐ人ですね。これグリッチなんかどうかもね、ちょっと怪しいところなんですけども、仕様なんかもしれないですけども、お金を取ります。受け取ります。でね、前回一人でこの位置でね、まで行って戻るんだよといった場所ですね。ここら辺まで来て、視点をね、くるっとね、回転させます。レジの方というか、コンビニの方を向くようにします。これ、視点をくるくるのね、固定だと15分以上やると、これ、無操作体質になります。まあ、歩いてる状態でも15分以上ね、やっていると無操作体質になるので、これ、ミッションは、開始してからクリアまで15分からそれ以上は報酬が増えないというのを案内しました。なので15分以内に暇つぶしとしてこんな感じでやることもできるんだよ、放置しながらミッションを満額稼ぎたいんだよといった人たち向けってなりますね。それもさらに1人じゃなくて2人、3人、4人になると、こうやって報酬をさらに1人の人とかね、2人の人とかにめちゃくちゃね、上げることができますよといった感じになりますね。まあ、こんな感じじゃあっという間に1万ドル入ります。お金を受け取る人はこの位置で視点をくるくるやってるとか、定期的にこうやってね、コンビニ方を向くだけです。そしてフレンドさんは無操作体質にならないようにレジの店内を歩いている、または視点をね、くるくるさせるって感じですね。まあ、こんな感じで自分で、レジを打ってお金を出すこともできますね。こんな感じです。で、この時拾うお金ってのが本当にランダムなので、通常では今上に出てる金額プラス168とかありますけど、これマックス多分プラス200です。2倍の報酬期間はですね。
通常のバイアスの半分ですから、今やるべきこととかなって思いますね。今やるとめちゃくちゃ稼げますね、本当にね。っていう感じでどんどんやっていきます。じゃあこれからどれぐらい稼げるのかっていうのをどんどんやっていきますね。まあこんな感じで、15分を目安でクリアなので、まあ15分以上やる人はいないと思うんですけれども、こんな感じで稼げたらじゃあクリアしていこうというわけで、このね、買収などの大掃除めちゃくちゃ簡単なんですね。ヘリがあればめちゃくちゃ簡単です。メリーウェザーでヘリを養成して、それに乗ってまた、そのね、売春宿の屋上に向かっていきます。屋上に向かっていくと、アンナという女性がいますから、それをね、回収して、あとはクリアするだけです。ちょうど、開始からクリアまでの時間が15分1秒2秒ぐらいでクリアするのが一番いいと思います。まあ、スタップウォッチはね、つけとくといいかなと思いますね。まあ、こんな感じでクリアすると、ミッションも満額でもらえて、さらにお金がないフレンドさんなどを集中的にお金をあげることもできます。すごく簡単です。で、これ PS4 もできて、 Xbox One もできて、おそらく PC もできると思います。まあ、PC 版って結構ね、まあマネーグリッチとかね、車両複製とか物件売却が無効データになっちゃって入手できないなどあるかもしれないんですけれども、まあこういった感じでね、もしできればいいかなと思いますね。こんな感じで、稼ぐことができると思います。ただしお金、元々の所持金が1000万ドル、2000万ドルとか1億ドルとかある人はやらない方がいいと思います。もしかしたらお金の修正入る可能性もあるかもしれないというのは頭に入れておいてくださいね。こんな感じでね、満額ミッションのお金ももらえて、さらにレジから1人でやるより2人でやった方がめちゃくちゃ早く稼げるという感じですね。まあこれね、2人でやった場合で、まあプラス1万5千ドル程度、まあくるくるね、視点を回すのもね、あんまり長くやんなかったんですけど、じゃあ今回次ですね、4人などでミッションやった場合ですね、それでね、1人に集中的にお金をあげる方法です。これ別にね、2人に集中的にあげる方法もできます。要するにレジをフレンドさんが打ちます。要するにお金を出します。でフレンドさんが拾わないでいれば OK ということですね。さっきと同じでフレンドさんがレジを打ってくれてました。でお金を回収します。でさらに他の、フレンドさんもここに来てもらいますね。同じようにレジを打ってお金を回収しないようにしてもらいます。でフレンドさんたちは視点をくるくるなどさせて、5分でもまあ10分でも無操作退出にならないようにしますね。でお金を集中的に得たい人が全部それを回収していきます。全部回収していきますね。フレンドさんたちはレジを打つだけでお金は回収せず、お金をもらいたいプレイヤーだけがひたすらこのね、少ない金額に見えてこれまとめて入手できるのですごいことになります、ね、2人でミッションやるよりもさらにね、3倍4倍になりますので、よかったらねこれね試してみてくださいね。本当にお金がねもともとなくてね、何もね準備もできない、お金稼ぎが本当厳しいよっていう人がフレンドさんがいて、ちょっと試しにやってみようかぐらいで10万ドルぐらいはもらえると思います。だからよかったらねやってみてくださいね。こんな感じですね、こんな感じでまあ引かれたりして死ぬとまたねやり直しになっちゃう可能性あるので、引かれないようにした方がいいかなと思いますね。で視点をまた同じようにくるくるさせていきます。まあこの動画ではまあカットしてスキップとかしてますけれども、5分10分それからそんぐらいでまあだいたい15万ぐらいね入っちゃうのかな。まあすごい勢いでお金入りますので、よかったら見てみてください。まあこんな感じで入る金額がさっきと違って3、4倍のペースでピロ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 っと入ってったりします。まあこれライブでやった映像なのでちょっと見づらい部分はあると思うんですけれども、まあこういった感じでお金がないプレイヤーにとりあえず10万ドルあげたいなみたいなミッションやりながら、ちょっと満額もらうのどんぐらいもらえるんだろう、やってみたいよっていう時に、まあじゃあミッション自体は5分でクリアできます、10分間放置しようか、まあなんかフラフラしてようかとか買い物してようかとかっていう時に、ちょっとこれやってみないかっていうのがあれば、よかったらやってみてください。こんな感じでね、お金がねどんどん入っていきます。そしてね、ステルスといったね、左スティックを押し込んだ状態で歩いて放置することもできます。そうするとステルスのスキルアップもしますね。まあこんな感じであっという間に右上が10万ドル、開始した時から10万ドルぐらいプラスになってますので、よかったらやってみようかなと思ったら今のうちやってみてください。多分これ木曜日までできると思います。これグリッチなのか非グリッチなのかちょっと怪しい部分なんですけれども、結構ね仕様なのかもしれないですけども、バグってるかよくわかんないですけれども、今できます。よかったらやってみてください。